どうも、エルザレットです。それではデスストランディングやっていきましょう。今回は何をやっていくかというところで、前回ミッションが追加でもらったんですよね。こっちではないか。その廃墟の方に行ってくれという依頼をもらったので、こちらをしていこうかなと思います。ツールキットは昔住んでたシェルターにある。荷物 ID タグをつけてあるから場所はすぐ分かるはずだ。入り口は無線で解除しておく。ああ、運んでくれた血液グレネードを分けてあげよう。奴らがいるから持っていけば役に立ってくれるだろう。じゃあ頼んだぞ。はい、ということで、これとこれと、さあこれで多少はバランス OK かな。じゃあやっていきますか。依頼が受注されました。依頼受注完了。こっちだね。ここまで行く感じと。さあニュールからかっさらった車を使って行こうかな。そうか、もともと電池が、さあ、てかミュールこんなところいいの？一応引いて、この人たちは何者だ。いや、やっぱミュールで合ってるか。そしてカイラル結晶も結構いいのが落ちてたね。よし。意外と建設系は置いてなかったか。そうか。まあとりあえず行くか。異常なし。ようこそサムポーターブリッジ。まあね、車使ってみて思ったのはやっぱ移動が楽だね。キウがそろそろ来るかな。影が出てるね。セラミック落ちてるね。なんかそれっぽいのあるね。で、一応念のため、支給品はどれかな。セットしておいて。
やった。あー、いそうな感じだね。あそこの上行けるのかな。さあ、来た。エルダーズエンジニアがなんか結構荷物落ちてる感じだね。正面クラフトマン、右セラミックが2つ。右ありだな。でもちょっと左から行く。チップゲットで、めっちゃ正面いるね。一時的に対処するって感じではあるから、おお、なんかすげえな、ここ。ああ、上を通っていくのもありっていう感じか。怖い怖い。ここだね。結構近かった。まあちょっと血にかかればっていう感じ。あっちに行ってくれたね。危ない危ない。グレネード、あと1個、これなんか使っておきたい気がする。さあ、意外と、意外と、上だね。上か。
さあぐるっと回ってきた。左、意外と近い。若干ね、足音はするのでね。ドン。さあ、あとはあっちだね、どう行くとしても。やべえな。まあ、正面行ったが早い。あ、マジで？意外とこう避けるんだ。よいしょ、抜けろ抜けろ抜けろ。よし。まあかなりの強行手段だけどね。さあプライベートボックスからめっちゃあるいいの。まあ持っていけなくないんだけど。ああ、やっぱそんな感じか。なんか高さがね、ちょっとねって感じだね。危ない。で、ゲットして。行くか。グレネードはこれがあと1個。北道戻ると結構手間かかりそうだな。ぐるっと回ってみるか。一旦距離が置けた。
ポン。よし。空になった。これを装着しておいて。いたね、近くね。トンさあ、グレネードもこれ以上は横を出すとだな。後ろから来ているのは間違いないと。で、一応そこは行けそうだね。いやー、カエラル結晶いっぱいあるからちょっと手に入れたいなと思うけど、グレネードがちょっと準備不足だね。ここも抜けてこれたわけね。ちなみに、ファイルはある。お、ほう、さすがにか。さすがにだよね。いや、サム器用すぎるだろ。すげえ、登れるんだ。さすがにリピアキット持ってないんだよな。下は行ける感じか。ダメ？この辺り。お、させれた。こりゃ助かる。ふーっと、あ、いいね、これ。逃げまーす。ご機嫌だな。ご機嫌だったのか。まあまあ抜け出せれたね、うまいこと。さあ、で、こんだけ高く積み上がってるとだよ、問題は。さあ、結晶を。よし。
まあね、近いか。あとあれだね、ミュールから盗んだ車はもうあのまま壊れてしまいそうな感じだね。劣化がひどい感じだったからね。まあ、パワースケルトン2を作っておいてよかったなっていう感じかな。やばい、カイラル結晶を集めてたら全く。よし、進まない。あ、車の劣化が。ちょい、ちょっとね、重さもあるから気をつけたいところだけどね。さあ、終始雨に濡られて、その問題があるんでね。よし、納品しますか。さあ、クラフトマンに渡して。どんな武器作れるんだろうね。さあ、傷なし S ランク。さすがに3つまではいかなかったか。今回は上がったのはサービスだけと。俺はずっとフラジャイルたちには世話になっていた、感謝もしていた。だがヒグスと組んでるなら信用するわけにはいかない。そう言ってもテロリストたちは増え、行動も過激になっている。それに立ち向かうには俺たちもまとまらないとな。あんたみたいなのがいるなら俺は UCA に加盟してもいい。お、これでやっと新しいアメリカが俺たちを守ってくれるんだろ。カイラル通信がつながるかな。さあ、なんとかっていうところだね。さあ、これでお題の3つはとりあえずつなげた感じだね。さあ、クラフトマンが仮面、ボーラガン。フラジャルエクスプレスを偽装したテロリスト。さあ、ボーラガンがゲットと。ありがとう。俺はやシェルターに一人でいてもこれが有志。お？これは俺が作った。ボーラガンという武器だ。はいはいはい。相手はしばらく身動きが取れなくなる。
はない。行動の自由を一時的に奪うだけだ。必要になったら使ってくれ。ああ、じゃあミュールめっちゃ捕まえれるね。ありがてえ。ボーラガン、へえ、興味深い武器ね。ワイヤーを打って相手を拘束する非殺傷武器だけど、ワイヤーの代わりにストランドを使うとあなたの血が作用して BT にも効果が出るはず。へえ。試してみて。そりゃあいい。ただね、これね、話し終わった瞬間一気に荷物が落ちると思うんだよね。ああ、助かるな。お疲れ様でした。うん、落ちたね。まず、いらないものをリサイクル。はい、リサイクル。さあ、素材はいいとして、納品。うん、メモリーチップ渡しとこう。おう、もう見つからないと思っていた。ありがとう。ダイハードマンか。出機1234。ありがとうございます。納品、落とし物。まあもう劣化はね、どうしてもあそこにある以上するもんだからね。特に増えるところはないよね。リサイクル。そうか。こうなったら、これはもうすでに1個持ってる。で、これは1個欲しい。ダミーはいらない。建設も1個。ちょっとこれは他を見てからにしようかな。今から何するかでちょっと変わってくるしね。さあ。OK やね。あとはこれだ。誰だ？よくやった。予定していた3カ所は全てつながった。はいはい。君がつないでくれたおかげでカイラル通信は順調に稼働している。次はこのエリアの中継地点でもある配送センターへつなぐ。だがその前に優先して片付けなければならない問題が起きてしまったんだ。掃除だね。レクロントシティのシステムサーバーの一部がミュールに奪われた。ほうほう。修理したハードウェアを運搬している最中のことだったらしい。このサーバーの中には新配送システムの検証データが保管されていた。カイラル通信の稼働を前提にした新システムのためのデータだ。我々にとっては極めて重要なものだ。だが、にとっては全く無意味なデータだ。
推測だが、目的はサーバーに使われているカイラル結晶やレアメタルだろう。放っておけばデータが失われる可能性もある。じゃあそれを奪ってこいと。ミュールの集荷基地から奪い返し、レイクノットシティに届けてほしい。レイクノットね。これは私からの配送依頼だ。詳細は手錠端末を見てくれ。という感じか。武器のロックを解除します。いやー、もうボロボロやね。水を飲ませろ。あ、そうか、もうサミナなかったんだ。だよね、多分ミュールの車にはあまり高魔化がないんだよね。ここか。で、これをレイクノットまで届けろと。意外と。さなんかあれだね。ちょっと荷物片付けないとどうしようもない感じになってきたね。リサイクルしとこうもん。あとは。こんなもんでいいだろう。まあ上限達してしまうが、変に荷物持っていくよりかは。いいかな。サンプルを取ると50未満。これが。ミュールを撃退してそのまま取ってからっていう感じか。これはエンジニアのところか。これはキャンセルしておいて、これでいこうかな。さあ、でこれはある。どうしようかな。まあこんな感じでいくか。このね、14発しか撃てないって感じか。
さあ、とりあえず車で移動できるところまでは移動してしまって、さあ、あの白い人たちは何なんだろうね、一体ね。あれ、身内だったらやばいよね可能性としてね。お、これは渡してはいけないやつな気が。あ、OK か。さあ、靴も壊れそうだが、まだ大丈夫やね。まあまあ、この辺りはっていうところか。こんな感じだね。橋があるから橋渡って。そうだね、ドーン。とりあえず当たらないように。多分車に当たるとね、止まるのよね。あ、やっぱ止まった。ドーンで。結構ね、使い方によっては。タックルしてドーンのドーンのドーンとはしご。とりあえずね、回収しないとね。足、首、ドンと。あー、首だとそのまま気絶させれる感じか。よし、片付いた。あ、
あるね、いい感じにあるね。で、この箱からちょっと頂戴すると。さあ、ハッキング成功。落とし物めっちゃあるな。ポーラガンをもらっていくと。あら、あ、そういうことか。ゲットしきれてなかったわけね。いや、それとももともと持てないからか。あとは結局ね、車も乗せきれないのが多かったりするからね。ね、これだけあれだったらこの車にそんなに乗せれないからね。自分の背中に積む分も考えとかないといけないんで、背中っていうか横だね。メニューの積み下ろし。ああ、意外といけるね、まだね。セラミック系が結構多かった気がするんだよね。これと、で、トラックに。はしごはいいかな。あ、まだいけるね。さすがにもう、まだいける。もう結構これ乗せれる感じかな。で、最終的にこれ自分が乗れるかだよ。あ、やっぱ乗れない。積載がオーバーしてるか。これ結局ねーっていう感じではあるんだよね。これこれ、まだダメか。そしたらもうこの辺りを。これでどうかな。
この微調整が大変。よし乗れた。パワースケルトンあるけどそれ以外、あー、ボーラガン欲しいな。あと1個で、これを使ったことによって乗れなくなるとかね、それはちょっと避けたいところだね。あ、そのまさかのパターンやったな。これで綺麗に乗ったな。いや、これ。あ、もうそんな回復する方法もないって感じか。そしたら。リペア、リペア、リペアは。いや、もう単純にポーラガン捨てるか。これで。入れ替えてしまえば新品に勝手になった感じだもん。マジか、これで乗れないか。S を捨てたところでという感じかな。これでどうだ。さあ、オッケー。じゃあ、突っ切ろう。まあ、ポーラガンは、やっぱ、かなり良かったね。快適だった気がする。いや、このカイラル結晶を取らないとか、でかいもんな。さあ、さらに突っ切って、あ、エネルギーがあるね。伸びるのよねこれ本当便利だよね、この伸びるやつね。これで届くかな。あ、大丈夫だね。さあ、託すだけ託して。納品して。サム、すごい状態は問題なしだね。あ、ミュールにも特に捕まってないしね。破損は 4%、 まあそれなりにか。まあ動いたからっていうところもあるのかな。
そもそも劣化が早かったのかと。ありがとう。お疲れ様でした。ついでに、指名なしか。この2つは受けてよさげやね。ああなるほど、セラミックこの辺りか。で、これでリサイクルを。多分ね、乗れないよね。これだけのセラミックをどうするかっていうところか。これはいらない。これをリサイクルしてもなーっていう感じなのよね。いや、OK か。1052までいったか。こっちはこっちで OK。乗れるかどうかで。さあこれであとは戻るだけ。ぐるーっとまっすぐ行くだけでいいね。よし行こう。あ、道路ができてる。あれか、敵じゃないのかな、あの感じは。ってなると、いいねが急激に減ってたのはそういうことか。ああ、めっちゃ攻撃したもんな。まあまあ仕方ない。これで途中道が切れたら最悪だよね。ものすごい楽だね。ちなみにブリッジリンクは この辺りね、通路の3人と繋がることも可能にはなるわけだからね。まあでもやっぱないね。まあそんなもんだよね。さあこれで
配送が一部完了と。頑張ってください。敵地で耐えられている。異常なし。ようこそサムボーダーブリッジ。さあ最後まで慎重にね。危ないんだよね。意外とここねバランス崩すんだよね。危んの。さあ納品。まず落とし物を。届け。セラミック。こっちもセラミック。まあミュールのところから奪ってしまって一気に運ぶっていうのが一番いいのかもね。さあこれで。お疲れ様でした。長官から話は聞いています。おお聞いてるね。ああこれを待ってました。早速確認します。まあ完璧でしょう。さすが伝説の配達人ですね。サーバーの状態は完璧です。これで我々のシステムは万全です。ありがとうございました。これで何が使えるようになるかっていう話なんだけどね。さあシステムサーバー劣化ゼロ、納品 OK の距離が3253。おリバーストライク来たね。装備作成のリストにリバーストライクを追加したわ。やった。レイクロッドから設計データが見つかったの、あなたのおかげね。それ助かるな。フロント二輪型自動三輪車のこと。あなたが前に乗っていたのと同じバッテリー走行よ。はいはいはい。自動回復機能で乗っていない間バッテリーが回復する。あ、へえ。障害物が多い場所で乗るのはかなりテクニックがいる。だから地面がなだらかな場所で乗るのをおすすめするわ。他の車両も整備を進めているから完成を楽しみにしていてね。へえ、他の車両もあるんだ。バッテリー強化タイプ。他の乗り物気になるな。車だったら最高だけど。さあ S ランク。まあついでの納品もしまくると。食品サンプル、あちょっと悪くなったか。サービスは比較的上がりやすい感じだね。数量はやっぱ大量の数か。ありがとう様。あの検証データは無人配送システムの稼働には欠かせないものだ。早速自動配送ロボの実験を進めよう。レイクノット南にある配送センターまで届けてくれ。後でその配送端末で依頼を受けてくれ。ところでプレッパーズから気になることを聞いた。フラジャイルは信用できるのか。ヒグスとの関係か。だが彼女はヒグスを憎んでいる。我々と共通の敵ということだ。だから、まあ、噂疑うならとどうなるかはまたこれからだよね。彼女の協力はまだ必要だ。ん？サム、フラジャイルよ。噂をしてればだね。プレッパーズはつなげられたみたいね。滞っていた荷物も届けてくれた。ありがとう、サム。それより君とヒッグスはどういう関係なんだ。奴と何があった。私の噂を聞いたのね。あなたと直接話したい。レイクノットシティ南の配送センターで待っているわ。あなたも来るんでしょ。配送センターか。お疲れ様でした。新しい依頼があります。受注する際は配送端末にアクセスしてください。はいはい。
まあリバーストライクが手に入ったのはでかいよね。で肝心のこのリサイクルして、うん、OK やね。いやー、とりあえずたまったね。建設、さあ、OK もらって、納品受注か。サム、君を指名した依頼が増えてきたな。そうだね。この先へカイラル通信をつないでいくために何としても受けてほしい依頼もあるが、中には必ずしも受けなくていい依頼もある。はははは。どれも我々と君自身にとって有益な依頼であることに違いはない。可能な限り受けた方がいいだろう。なるほどね。これは30分以内に納品、ピザの配達か。でこっちが新しい目的地か。次はまあこれは受けるとし、お、危ない、飛ばそうか。自動配送ロゴのプロトタイプを出荷する。レイクノット南にある配送センターまで届けてくれ。自動配送ロゴが使えるようになれば配送任務に革命的な変化がもたらされるはずだ。へえ。君に託す。君にしかできないことだ。これが俺がバッテリータイプは、まあバッテリーの持ちがちょっと良くなるとかそんな感じか。所持品めっちゃあるな。まあこんな感じで。うん、いえ、かっこいいねバイクね。いや、この辺りはなんか自分で運んだ方が良さそうだな。さあバイクも出てきた。ご提供いただきありがとうございました。はい。で、その他に指名なしで、はあ、そういうことか。まあ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 、ちょっとね、プライベートルームに戻って、でそのまま。今回そこまでにしましょうか。サム、さあ戻ってきたね。ということで、次回はまた違うところに行くみたいなんですが、今回ここまでとしておきましょう。まあ結構ね、攻撃ができるようになってきたんで、ミュールの対策も楽になるんじゃないかなっていうのと、国道がつながるのはやっぱありがたいね。ということで、今回ここにしたいと思います。チャンネル登録、高評価などもぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回会いましょう。ほんじゃまたな。
最後までご視聴ありがとうございました。エルザレットゲームズチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。また、チャンネルが面白かったら高評価もよろしくお願いします。他のゲームもたくさんやってますのでぜひまた遊びに来てください。それじゃあまたね。